こんにちは、池ちゃんです。今日なんですけど、数年ぶりのバイトをしたいと思います。私、サウナとかすごく趣味なんですけど、サウナの、熱波師っているじゃないですか、こう、仰いでくれる人。それのバイトを見つけたので、行ってきます。この動画は、僕らの突撃日記さんとのコラボです。バイトか。シャフなんだよな、ちゃんと。一日店長とかだったら出ないけど、バイトになると、マジで仕事ができなすぎて、ずっと避けてたんだよね。で、大学生の頃に私、バイトをマックスで3つ掛け持ちしてた時代があって、YouTube 始める前に。その時とか、やっぱ一番頑張ってたかな。昼、夕方、夜みたいな感じでやってて、めっちゃ忙しかった。夜とか時給高いからさ、頑張ったりしてたんだよね。サウナの中で動く体力とかが心配なのと、あとやっぱコミュニケーションもなんか誰とも喋りたくない、マジで。お客さんとかも喋りたくないんだけど、ちょっと社会復帰をしようということで、熱波師をしたいと思います。で、熱波師らしい衣装も持ってきました。家で探して。今とりあえず御徒町の方にあるサウナバースっていうサウナの近くに来ているので、そこに行ってきます。上野駅地下のサウナバース。今から面接させていきます。ああ、お願いします。今まで過去体験してアルバイトはありますか？カフェの店員と塾講師と婚活パーティーの司会とメイド喫茶。全部面白い。いろいろやりました。とっても面白いじゃないですか。だからそういうの4つの中で印象に残ったアルバイトがあります、ね。はい、あ、でも塾講師が一番楽しくて、カフェが一番きつかったです。その塾講師はどういうところが楽しかったですか？塾講師は単純に自分に向いてたので、一番長続きして、で、カフェは一番最初に始めたバイトだったんですよ、大学生の時に。なんか私はあんまりマルチタスクが得意じゃないので、オーダー取りながら、なんか料理も作ってみたいなのが全然できなくて、あ、私、こんなバイトできないなと思って、めちゃくちゃ印象残ってます。なるほど。あと結構残り2つも、結構濃いアルバイトだと思うんですけど、はい、近いっしょ？あ、婚活パーティー、なんか、バイトルで、面白いバイトないかなと思って、ちょっとレアバイトみたいなのをすごい検索かけてて。それ本当ですか？あ、本当です。はい。どうでした、その本日の司会書。司会の文章全部暗記してきてねみたいに、そう、一次面接で言われて、で、二次面接で暗証テストみたいなのされて、で、結局受かったんですけど、バイトの面接で2時まであるんだと思って、結構大変でした。じゃあ最後もメール喫茶でした。はい。それはどれもやったんですか、期間は？1日です。1日。はい。僕は辞めちゃったんですか？向いてなかったみたいで、辞めさせられました、1日で。それはもう向こうから？向こうからですね、ドリンクがお客さんのやつなくなってたから、私が勝手にオーダー取って作ってたんですよ、その初日から。そしたら、なんか勝手なことしないでって言われて、なんかまだ指示してないことやる人はダメって言われて、初日でクビになりました。ゆきちゃんにとって、サウナって何ですか、ゆきちゃんにとっては。熱いところ。え、やばいやばいやばい。今のやつで面接通った。てか多分もう最初から通す予定だったのかな。もう熱波師できるらしいんで行ってきます。てか私思い出したけど、直近のバイトあれだよね、ディーラーだよね。なんか頭になかった3ヶ月くらいだった。であれはね、ディーラーのバイト始めた時も確かさ、面接終わってわーみたいな、そんな動画を上げた記憶がある。それ以来ぶりのバイトです。で、自宅から熱波師っぽいものを持ってきました。サウナの動画で前にもしたことがあるやつと、 T シャツが欲しいとのことだったので、私がパジャマで着てるダサ T とグレイルで買ったダサくない T シャツです。じゃあ着替えます。これが今回の熱波師スタイルです。自前で持ってきた。私のこの衣装多分よく見るよね。ちょっと気に入ってる。で、上に T シャツを着るとこんな感じ。行ってきます。ではサウナ室、はい、ご案内します。はい、ありがとうございます。わあ、暑い。では今回担当するゆきなです。お願いします。ロウリュから始めていきます。はい、おー、なるほど。あ、結構暑いからできますね。これで結構暑くなります。はい、うん、まあ暑い。何分ぐらいできるんですか？だいたいいつも7分ぐらいでやりますね。池さんは体力自信ありましたっけ？いや、ない方です。これ7分間仰ぎ続けるって言われたらどうですか？いや、サウナの中じゃなくてもしんどいよね。タオルをこう大きく、熱波師の池ちゃんです。よろしくお願いします。熱くなってます？
なってます。顔の赤、上の方が取れます。壁とかにガスガス当たんない方がいいですか？あ、なんかちょっとこう愛情を持ってやった方がいいかもしれない。愛情を持って、じゃあパタパタやっていいですか？髪が足りそうかな、怖いですか？いや、大丈夫です。あ、最初は優しく。あ、わかりました。あ、いいです。座ってるだけでも怖い。痛いよ。あ、ありました。ごめんなさい。大丈夫です優しく。あれ、ゆきちゃんさんはこのサウナでどのぐらいアウトリースをされてるんですか？初日です。初日ですか？はい、すごい風来きますよめちゃめちゃ風来きてます。本当ですか？うん。ああ、きつい。しかも上の方が暑いから、もう顔やばい。ロウリュも近いし。残り10秒です。10秒。頑張ってください。はい、ああ。3。はい。2。1。お疲れ様です。ああ、疲れた。お疲れ様です。腕めっちゃ痛い。ありがとうございました。で、アウグストゥースのさっきの青いやつあるじゃないですか。あれの風速を測ろうということで、さっき店長さんが秒速 2.1 メートルだったので、4メートル狙いたいと思います。何その反応。 2.1 がどうですか？あ、すごい、 2ぐらいいってます。全然4いかないですか？4 2.3。 うっ、じゃあ 2.3 でなんかちょっとだけサウナ入っていいらしいんで、サウナ入ります。あー、暑い。ちゃんと暑いな。ちゃんと整おう、これで。今日は他にお客さんがいないので、ベタッと整います。でも私なんか本当に最近、ここがね、すごい乾燥しているので、サウナに入って、なんか肌ツルツルになんないかな。で、髪をやめたくない人は基本サウナハットとかをつけるんですよ。大事だと思います、そういうの。あっちー。いや、私は本当に汗かけなすぎて、まだ全然汗かいてない。今日のこの動画はタイアップ動画なので、他にも制作のスタッフさんたちがいっぱいいたんですけど、みんな汗かいてた。私の熱波で。私はね、人に汗かかせただけで、まだ全然かいてないんだよね。ちょっとくらい汗かきたいよ。ってことで、追加で一人サウナに来てます。汗をかくべく。はぁ、あっちー。ね、このバイトをしてみてるどうかどうですか？私が働いてるイメージが全然ないからさ、ちょっと新鮮な感じはあるでしょ。無理なところもあるけど見逃してもろて。そろそろ出よう。あー、外涼しい。お疲れ様です。あ、ありがとうございます。今日は何ですか？あ、オロポ。あ、ありがとうございます。はい、サウナ名物のオロポですね。あ、めっちゃキンキンで美味しいですすごい、ありがとうございます。ソフトリー、マジでめっちゃ飲めるんです。どうでしたか、熱波した体験をしてみて。普通にサウナして運動した気持ちです。じゃあ結構リラックスできた。仕事って感じじゃなかった？はい、はい、いい運動したなって感じです。さっきも風速とかもやってましたけど、楽しかったですか、熱波自体は？楽しかったんですけど、やっぱ4メートルいけると思いましたあれ実際に熱波師甲子園っていう熱波師さんの大会で使われてる競技なんですよ。あれ競技だったんですか？というわけで、はい、今オロポンも飲んでもらいましたけど、はい、ご褒美にこれからサウナも続けてやってもよし。ご褒美めっちゃありますね。と、あとご褒美にもう一個、オロポ以外にサウナといったら、終わったらやっぱビールというのがあると思うので、ビールも含めた寂しがあるところに行きたいと思いますので、はい、それが後編で見れるってことですか？後編でたっぷりとお届けしたいと思います。わかりました。じゃあこの動画の詳しいところが中編で、その打ち上げっぽいところが後編ってことですね。その通り。わかりました。後編も見てください。はい、今日はこういう仕事です。はあ、バイト終わった。ただ整ってるだけといえば整ってるだけだったけど、こんなもんでしょう。意外と私マジで風を送るのうまかったと思う。すごい気持ちよかった。で、あそこはなんかね、サウナコンカフェみたいな感じらしくて、でその熱波師さんの衣装もちょっと可愛い感じだったよね。アイドルっぽい感じ。久しぶりにバイトをしてちょっと社会復帰をしました。どうでしたか？私が熱波師だったらサウナ行きたいですか？行きたいですよね私の一日熱波師体験でした。バイバーイ。あっつー。
大丈夫かな。はい、どうぞ。